私、この撮影の時は49歳でございました。今そろそろ、あと1ヶ月で83歳になるものですから、随分前の映画を、しかしやっぱり天才黒沢は時空を超えてやっぱり素晴らしいなと、この映画は今日見て正直に時空を超えてるなと思いました。はい、ありがとうございました。こんにちは。今日はありがとうございます。大きなスクリーンでちゃんと見たのはもう何年ぶりになるかちょっと覚えてないぐらいなんですけれども、本当に今日つくづく全スタッフ全キャスト、エキストラの、本当に走って隅っこの人まで全員が命がけだったなということをすごく感じたんですね。最後に杖の方がな首を持ってくるでしょ。もう涙が出ちゃって なんてひどいことするんだ 楓の方のオーダーですけど でも本当にこう無残な、その死ぬ必要のない死を迎えなければならなかった杖の方のことを、すごく客観的に見たんですけど、すごく悲しかったですね。私はこの何年かに一度こうランを見る機会がありまして、それがドイツであったりニューヨークであったり、このシェイクスピア映画祭っていうのがよくあるんですよね。そのたんびに、このランの長い長い準備時間と全撮影をお付き合いしましてっていうことがあるんですが、今日は本当にとても客観的に、私がやったはずなんだけど、もう映画の世界の中に入っちゃう。だからある時期まではこの苦労がいろいろ思い出したんですが、今回は、一つの映画としてやっと30年経って見れる境地になったかなと、そういう感じでした。とにかく久しぶりに見てね、久しぶりでもない、こう大きいのでね、いや、やっぱりすごい映画だと思いましたよ、本当に。で、ワンカットずつどんなに苦労したか思い出すしね、ここで何秒だって1日かかってんだから。で、中台さんならもう本当すごいと思い直した。で、49歳だって言うんですよ、あの時。いや、私49歳だったもんですから、はい。メイクアップがだいたい4そう、時そ間れは大変かだっかりたまよして、ね。黒沢さんは「なんで中台君シワがないんだ」って言うんですね。で、毎日シワ作りで4時間かかりまして。あれだってシワをいちいち1本ずつ埋めるんですからね。あのメイクは終わって剥がす時が一番楽しかっただろうと思って。そうですね、ただですね、4時間かけてメイクアップしますとね、黒沢先生降りてきて「今日はやめ」なんて言うんですよ。「え、どうしてですか？二日酔い」なんつって、その時はもうこの私なんか目だけが本物で、あと全部作ったもんですから、もう剥ぎ取りましたですね。これから芝居って時は普通にやる気になるんですけど、今日は二日酔いやめなんてバッと剥がすんですよ。この素晴らしい映画見て、やっぱり本当に幸せだったんですよね。黒沢組につけて見るとくたびれました。あのシーンは大変だったなと。そうですね。これはね、3秒ぐらいで1日かかってんだからね。それで1日と、あとその前の準備そうだありましたね。それでお天気間違ったか中止になったり、もういろんなありましたね。先生がこのランを取り終えた時ですね、はい。これは、画面にも出てまいりますけれども、神仏、神、仏が
俯瞰から人間ってダメだねという映画を作りたいな、あ、作ったんだとおっしゃいました、はい、これは僕はあの黒澤さんの映画は姿三四郎から見ておりますけれども、やっぱり黒澤さんが作った最大の悲劇だと思いますね。まあ私その前に、影武者という映画で勝新太郎さんの代役をやったんですけど、その時に、まあ、その馬から落ちまして、はい、撮影をあれでそうですね10日間ぐらい休ます。それでこの映画に入る時ですね、先ほどお話がありましたようにちょっと伸びたんですね、はい、この映画だから約半年ぐらい伸びたのかな、僕はそれは分かりませんけど、ともかく毎日半年馬の稽古をやりました。落馬で随分苦労をかけましたんで、皆さんにだから半年間毎日馬の稽古をやりました。それでもう矢部さんまでできるようになったんですが、映っての3秒でしたねでもまあ、苦労は多かったですが、ああやっぱり今日も見て、はい、いい仕事したんだなと思ってます。そうですね、ちょうど、まあ、仕事を始めてから 7,8 年立ってて、自分がすごく落ち込んでた時期だったんですね。それでもうやめた方がいいかなと迷ってる時だったんですけれども、制作をやってらっしゃる方から今黒沢さんが次の作品を準備していて、すごく面白い役があるんだけれども、そのオーディションを受けたらどうだろうかということを言ってくれまして、黒沢プロダクションの方に行ったんですけれども、でその時に黒沢さんはもう2人きりで、マネージャーは入れない、全く2人きりで話をして、でその時に、やるとすると、あの眉毛を剃らなきゃならないんですけどどうですかって言われたんで、眉毛ぐらい何でもないと思いましてあの、例えば鼻の骨を削れとかそういうことじゃないわけですよね。ですからこうやってこう隠してみせて、こんな顔になりますよっていうふうにこう両方の指でこう見せ、あの眉毛を隠した顔をお見せして、そしたらおおっておっしゃって、でその後に台本を渡していただいて、で2つ女の人の役があるんだけれども、どっちの役が好きか、どっちの役をやりたいか、あの合うかどうかっていうことを知りたいから、読んだらあの教えてくださいっていうふうに言われて、であのもちろんその頃はとんがってましたので、私は末の方、今だったら末の方もいいなと思うんですけど、もちろん楓の方の方が絶対面白いと思いまして、あのやれたらいいなと思っておりました。なんかね、あの黒沢さんと初めてお目にかかったのはデルスザーラ の日本で公開した後のパーティーなんですよ。でその時に黒沢さんとお話ししたのが、黒沢さんの映画の中では私は蜘蛛の巣が一番好きですと言いました。でその時に黒沢さんが、いやリア王もあるんだよねっておっしゃって、じゃあそれ私やりたいですって言いまして、なんかその時は私まだ30代だったと思うんですが、初めて会った黒沢さんにそう言っちゃって、何年か後にちょっと思い出してくださったみたいで、まあ美術監督の村木さんからお話があって、あのお会いしに行ったんですね。でその時にたくさんの資料を持って行って、私は能衣装とか狂言の衣装、つまり原作はシェイクスピアですが日本の話に置き換えられている、でこれをまあ戦国時代、まあ、天正時代、そのあたりのまあ一番ある意味ゴージャスな時代ですよね、それを衣装に使ったらどうでしょうみたいな話から、なんやかんやしてるうちに私がやることになってしまったと。それでまあデザインを描き始めて、最初のデザインを見せたときに、もっといいのないのっておっしゃったんですよ。あ、じゃあこの方は3枚描かなきゃいけない。だから一つのキャラクターについて、多分黒沢さんがこれをおとりになるだろうと
いう私もあの一つの本番デザインがあるんですが、あと2つはダミーデザインなんです。で、その3枚を見せることで黒沢さんは最初からその1枚見せればもっといいのがあるじゃないのと最初に言われましたので、以後3枚ずつ見せてということで、まあこれはあの同時にこの能衣装とか狂言の衣装とか、まあ、全部衣装を作るという前提で私は考えておりましたので、時間がない、じゃ あのもう発注していいですね、やりますよって言って、こう何着かもう京都に発注した途端ですね、一旦中止になっちゃったんです。で、私はその出来上がった衣装とデザインを持って、黒沢さんその頃成城2丁目にお住まいだったので、まあ、うちからとても近いです、その記事を持ってあでもないこでもないと言って6ヶ月近くそれをやっておりまして、ある朝6時頃めったにこういうことはないですが、黒沢さんからお電話がいただいて、和田君待たせたけどやっとできるよっていうお電話いただいて、でそれはヘラルドの古川さんがサポートしてくださるっていうお話で、なんかもう涙がポロポロ出てきて、でそこから第2回目のプロダクションがこうきちんとした形で入ったわけです。ですから私はその後いろんな映画やってますけども、このクランクインの前に全部の衣装があったっていうのはもうこれだランだけなんですよ。だからその6ヶ月間 あの期間がですね、黒沢さんにとっても私にとっても決して無駄じゃなかった。で結局今の中台さんのお城で、出る衣装がありますよね。でこれがなぜか黒沢さんとっても気に入ってくださって、でこれを同じ衣装4着あとお城のあと全部この衣装で行こうとおっしゃって、これを同じ衣装を4着作りました。野上さんなんかご存知なんですが、あの城が焼けて、はい、出てきますね、はい、黒沢さんがおっしゃるには中台君ね、あの秀虎は気が狂ってるんでね、下見ないでね、上見てあの階段降りてね、ええ、大丈夫です、私ね、あのまあすり足っていうのは舞台でですからできますんで、それはできると思って、それで、その当日になりました。あれ非常に全部燃やすんですよね。してあの助監督さんが何人かリハーサルの時にいて、でも本番でもギリギリまでね、ギリギリまでいた、通ってたらいいじゃん、そしたらね、あれ本番って聞いたら誰もいなくなる、当たり前よ私一人これ全部焼けるんだから でね、4億円この城かかったんだって言うんですよ、はい、だからこけないだねっていうのこけたら中谷君4億円の損だよ、いやー困ったなって思って、あれはでも中台さんしかできませんよね。22段あるんだ。22段、うん、はい、であれ今気がついたけど、あれ割と短く使ってない、全部使えるのにね。そうですね。せっかくワンカットだから、ずっと、うん、最後にですね、私はね、うん、大丈夫です、先生大丈夫です、親指に目がついてるんですから帰った、こんなんですよ、ちょうど、いや、こう俯瞰から撮るとわからないんですね。それにあのほらもう兵隊たちが300人ぐらいいるし、外国の取材官が何百人いるし、もう一回ダメだったらアウトだな、本当にラッキーだったですよ。もういや常に口の心の中4億円4億円バラしちゃいけないのまあ本当にあれはラッキーでもあったし、黒沢さん本当に喜んでね、あの終わった時に、あ今日はもう今夜は乾杯だって言って書いたんだ。